この子が、はるかの。まさか。いや、まさかじゃない。名前は、ハルトだ。あれ。つまり、この子ははるかの子だ。まさか、そんな。名字が同じってだけじゃない。自分の体を張って守ったんだ。それは自分の子だからこそ。なら父親は、この子の父親は誰なんだ。わからん。わからない。そういうもんがわかる持ち物は何もなかったんだ。彼女が持っていた携帯は壊れてて、今中のデータが取り出せないか調べている。それに遥がいつから神室町に来てたのかも分かってない。そのあたりは全部遥の意識が戻らねえと。回復の見込みは。今は何とも。悪いが、下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな。医者ができる限り手を尽くしている。今はただ祈って待つしかねえ。先輩、すみませんが、自分はそろそろ。まだ事故現場に仕事が残ってますんで。待ってくれ。本庄さんだったな。うん。はるかが事故に遭った場所はどこなんだ。何のつもりだ。あんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい本庄、言い方。何と言われようが構わねえ。こんなとこでじっとなんかしてられねえんだ。沖縄にいたはずのはるかが、いつの間にか神室町に来て事故に遭った。訳が分からねえ。あいつを引いたチンピラってのは誰だ。それに何より、本当にこの事故は偶然なのか。はるかが誰かに狙われたって言いたいのか。今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だと。そうだとしたら許さねえ。絶対に。待て。いいだろう。事故現場は占領通りのあたりだ。今すぐでよければ俺が案内してやる。構いませんか、伊達さん。ああ、頼む。悪いな。ここだ。沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていた。そこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった。車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい。車に乗っていたのは男が一人、20代くらいの若いチンピラ風で、親子を引いた後そのまま逃げた。チンピラか。東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな。その関連で無茶な運転してたって見方がまず一つある。それでチンピラが車を暴走させたってことか。だとすると、そいつは東上界の人間か、中国マフィア。いや、そうとは限らん。今の神室町には他にも組織が方々から入り込んできている。ん？少し説明する必要があるな。まず3ヶ月前、ある一人の中国人が殺された。中国マフィア西洋会のメンバーだ。そいつは西洋会の幹部だが、総帥の一人息子でもあった。要するに組織の後継者だ。
名前はジミー・ロー。その殺しをきっかけに抗争は激化。東条会の6代目が逮捕されて、一旦収まっていた火種が一気に燃え上がった。東条会がそのジミー・ローを殺したのか。まだ犯人は分かっていないが、少なくとも西洋会はそう思っている。中国人マフィアどもが街中に散って、東条会のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ。東条会も中国人と見りゃ仇だろうが、街から追い出しにかかってる。むちゃくちゃだ。そして今はその混乱につけ込んで、他にも有象無象の組織がカムロ町に入り込んでんだ。つまり抗争で動いているチンピラは東条会、西洋会以外にも大勢いる。沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだ。これはついでだがな、後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたの馴染みもいる。韓国マフィア、ジンゴン派だ。ジンゴン派。ジンゴン派はカムロ町に二度進出して東条会に叩き潰されている。一度目は30年以上前、そして二度目は10年前。その時はあんたも東条会とジンゴン派を潰すのに一役買ったはずだな。もう随分昔の話だ。あんたには過去でも奴らは恨みを忘れない。東条会への恨みもあんたへの恨みもな。カムロ町に長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。观众朋友们大家好，欢迎收看老戴解说的如龙六的第六集。在第二章刚刚开始，寻找和意外相关的线索。养女瑶被车撞了，然后莫名其妙多了一个孩子，他爹是谁不知道。这边扯出了中国的黑帮以外，还扯出了一个韩国的黑帮，我们先调查一下。ちょうどそこを沢村遥が歩いていた。彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできず、ただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだ。くそ。そこを見てみろ。路面にブレーキ痕が残っている。沢村遥を引いた後、運転手は車を止めてはみたが、すぐにまた車を急発進させた。だいぶ慌てていたらしい。てめえで引いちまった親子の無事を確かめようともしなかった。つまりどういうことだ。もし万が一の話、沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら、運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃねえか。だが今回の場合、犯人はその段取りを踏んでいない。だから俺が思うに、彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない。あくまでも偶発的な事故。彼女はただ運が悪かったんだ。あんたが知りたかったのはそういうことだろう。だがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろう。ただのチンピラが今時の警察からそんなに簡単に逃げられるもんなのか。今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っている。まだ逃げ切られたとは考えていない。ところで気づいてるか、さっきからお前のことを見ている男がいるぞ。うん。あの帽子をかぶった男か。いつからいた。気がついたのはさっきだ。ただ奴のスマホのカメラは間違いなくお前を意識している。俺を見張ってるってことか。それともこの事故現場を見に来たか。どうする。こっちから挨拶してみるさ。もし俺に用があんなら、まず自己紹介させてやる。有一个人在拿照片拍我们，警察揣测这应该是意外事故，但是有个逗逼跟着我们在。ええ、現場にいます。特に問題ないかと。おい、ここで何をしてる。くそ。待て。不要干嘛老跟我赛跑，我吃过东西了，我加过点了，我老牛逼了。因为我玩过如龙集合如龙一，它里面送了一个东西叫红馒头的东西，我们现在很能跑的，你别跑了，跑不过我的。
不许肾亏啊，不许肾亏。哎，你肾亏了，我还没肾亏，还是可以跑。完了，要肾亏，这怎么不弄死他呢？别弄死，撞趴下就行。那你再跑。誰だお前は。なんであの場所で俺を見張ってた。見張ってたわけじゃありません。護衛をしてたんです。四代目。お前、東城会の人間か。ええ。東城会直系の染谷一家のもんです。染谷一家。ご無礼をお許しください、四代目。親父からの命令だったんです。四代目を影からお守りするようにって。俺は昨日までずっとカムロ町を離れていたし、今日来たことを東城会に知らせてもいない。なのに随分手際がいいな。なぜ俺があの場所にいると分かった？自分にはよく分かりません。ですが親父が言ってたんです。あの場所にいればきっと四代目が現れると。何？四代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね。親父からはそう聞いています。そうか。ならお前の親父ってのは今どこだ？染谷一家の総長はどこに行けば会える？別にお前が言わなきゃ街中で聞いて回るだけだ。だが省ける手間は省きて。わかりました。親父は東城会本部です。菅井会長代行と会うと言ってましたから。東城会本部か。くそ、またあそこに行かなきゃならねえのか。あの、何か？俺は東城会の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだ。そっから何日も経ってねえのに、なんてざまだと思ってな。东城会直系组织染谷一家，他们的总长为何要监视我？我们先去找一辆计程车，去东城会总部。お初にお目にかかります、四代目。どうも、染谷一家総長の染谷です。この度は、無所でのお勤め、ご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が四代目に誤解を受けるような真似を。どうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ？立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか？四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。東城会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か？まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。
どうも、たびたび失礼します。おう、四代目をご案内してまいりました。お久しぶりで、四代目。俺の顔覚えてます？やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。もうお聞きでしょうが、六代目が札にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね、せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。四代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。ずいぶんでかいテーブルを入れたんだな。極度も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね。お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ、四代目。長居するつもりはねえ。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこにはカムロ町中の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたか、菅井。監視じゃなくて護衛ですよ。四代目が神室町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので、密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか、菅井さん、四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな、今の若いのは。中国マフィアとの抗争のおかげですよ。いや、だってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の登場会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。
でかい構想のおかげで東条会のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できる、ヤクザにとっちゃ至極真っ当な時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの価値なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥の事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一東条会が何かの理由で俺の身内に手出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。道島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。